っていうちょっとスピーカーのこともぜひ聞いておきたいんですけど、これはどんなところが特徴のスピーカーなんですか？ソノスって日本以外で発達してきたブランドなんですよね、はい、うん、で、アメリカのサンタバーバラで2002年にその4人のエンジニアによって生まれたあのワイヤレススピーカーの会社なんですよ。きっかけはやっぱりあの音楽のサブスクが出てきたところで、それに乗ってソノスもあの急激にシェアを拡大したんですね、はい、で日本も2015年からあの Apple Music が、2016年から Spotify が入ってきて、ようやくそのサブスクが出てきたと同時に2018年に日本に参入してきたんですよ、はい、でサブスクを再生させるためにすごく最適なスピーカー、まあ、要するに利便性がいいんですよね。今50種類のサブスクプラットフォームをソノスのアプリ上で操作管理できて、50種類のサブスクのアプリをソノスのアプリ上で操作管理できると。なので50種もあるんですか？あるんですよ。ソノスのアプリを開いてもらうじゃないですか、はい、そうするといろんな音楽のサブスク このプラットフォームがバーって出てくるんですよね、はい、でそれをまあ自分の登録しているものを登録すれば、はい、アプリ上で操作管理できる、はい、なのでサブスク横断できるんですよ。Apple Music も Spotify も全部一つのアプリで管理でできて、でそれをここだったら、ね、今3台ありますね、1、2、3台、はい、こちらのカフェには3台で鳴らしてもらうこともできるし、それを別に4台にしてもいいし、5台にしてもいいし、あ、さっきおっしゃってくださってたんですけど、1個買っていいなと思ったら、お家の中でどんどんスピーカーを増やしていって、家中の好きなところから同じ音楽を流すことができるっていうのがすごい強みだそうですね。その通りです。同じ音楽を流すこともできるし、それぞれ部屋によって違う音楽を流すことができるんで、あの本当にこうよく例えられるのがレゴブロックのように好きなようにあの、まあ、組める。しかも、まあ、音楽のサブスク の, そのアプリが50個とかも管理できるんだったら、とにかく音楽聴きたかったらソノスのアプリさえ開けば管理できるよっていう、そういう利便性があるってことですね、はいはい、なるほどね。ただまあ本当にあのアプリの話、いくら利便性があるって言っても感覚的に分かんないので、最初はやっぱり1台あるだけでやっぱ場が変わるんですよね。だからこれは本当に体験しないと分かりづらくて、なのでこう、まあさっきも言ったんですけど、熱く語っちゃうんですよ。熱く語れば語るほど逆効果になると分かってるんで、あんまり熱く語りたくないんで、あのそのそのことに関してはもう体験してくださいっていう風になるべく言うようにしてるんですよね。じゃないと言えば言うほど、アプリの話すればするほど、レゴの話をすればするほど、例えで、はい、どんどんわけが分かんなくなっちゃうので。え、どこで体験できるんですか？買う以外にありますか？買うのが一番いいんです。買っていただくのが一番分かりやすいですし、僕たちにとってもいいです。ただまあ体験っていうことであればビームスにも置いてますし、あとはそのヘイ東京っていうところにもありまして、ヘイ東京っていうあの家具屋さんがあるんですよ。ヘイ東京、そう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 。あ、そうなんですか。どこにあるんですか？あのね、原宿にあるんですよ、ね、あ、そういうちょっと流行りに疎くて、はい。で、あとは蔦屋家電で双子玉川代官もありますし、で、あのヨドバシカメラの秋葉原、あと横浜に行ってもらうと比較的いい状態で、あのソノスの全ラインナップを体験いただくことがある。あ、なんかお風呂用の防水のもあるんですって？あります。へえ、お風呂でね、今あのスマホ見る人って増えてるんでしょ？まあまあね、聞く話ではあるみたいですけどね、僕はしませんけど ね、その時になんかね、知り合いがね、ジップロックにスマホ入れて、あ、濡れないように、はいはいはい、音聞こえんのって言ったら、なんとかって言ってたけど、それもスピーカーがあったら大丈夫ですよね。大丈夫です、ね、今あの日本人ですごく残念な状況で音楽を聴いていて、スマホから直聞きで聴いている人がほとんどなんですよ。あー、繋がないんだスピーカーに。繋いでる人ももちろんいますよ。ただやっぱりほとんどが直聞きで聞いてるんですよ。それはちょっとやっぱり私も一応ラジオ DJ やってたし、歌手もやってた音楽ラバーとしては、ちょっと寂しいですね。なのでそれって作り手から撮ったら悲しいじゃないですか。うん、悲しいですね。ソノスってやっぱりアーティストが本当に伝えたい音を伝えるっていう原則で製品作ってるので、それをできる限り再現させたいんですよね。いや、みんなスピーカーで音楽って別物になりますよ。例えて言うならば、あの画面の割れたスマホで見るか、ハイビジョンのテレビで見るかぐらいの違いだと思ってください。それぐらい違うんで、それちょっとぜひ体験してみてほしいですね。はい、はい、うん、もうあの本当にもう繰り返しますけど、あの今までね、過去の経験から言うと、
ソノスのことはもうできるだけ語りたくないんですよ。語りたいんですけど、熱く語っちゃうと嘘くさくなるんで、とにかく買ってほしいです。体験してほしいです。まずね、体験からね、うん、その後だったらいくらでも話したいです。なぜかというと、もうそれでも分かるので大体。OK、 分かりました。ありがとうございました。ありがとうございます。お腹減りましたね、本当。ありがとうございます。大丈夫ですか。ありがとうございました。いやー、お腹空きましたね。1個アドバイスしてもいいですか。はい、よくやりがちなんですけど、もののソノスってどんなスピーカーですかって聞かれた時に、ビジネス系の人って前提から喋るんですよ。生まれたのはこうで、あーで、あーで、あーでって。だけどそれもったいないんですよ。何かってそこ聞きたくないから。それって会ったことない人の自己紹介を聞かされる感じなんですね。生まれたのはここでって。そうですね。例えば西戸さんってどんな人って言われたら、あ、西戸さんはですね、生まれは大阪で育ちは福岡、名前の由来はって聞かされてる感じなんですよ。そうすると要するに、そんなことが聞きたいんじゃないんだよってなるんですね。だから確かに言いましたね、僕。そうだ。でビジネス系の人ってプレゼンし慣れてるから、必ずその喋りパターンなんですよ。でもったいないんですよ、それ。じゃなくて、ソノスってどんなスピーカーですかって言われたら、分かんないです。私だったら、ちょっともうちょっと練りますけど、とにかく便利ですねとか、まずね、一言でズバッて言った方がいいです、でその一言がさらにどういうことって興味を持ってもらえる一言である必要があるんですよ。とにかく便利ですねって言ったら、そしたら、え、どういうことって絶対質問されるんですよ、でね、相手に質問させるのがポイントなんですね、で、そうする。なんでかっていうと、人って質問すると自分が質問したから聞かされてるって感じがしないんです、自分の答えを知りたい答えを知ってるって。だからその人の説明するときに、皆まで言わなくていいんですけど、相手が質問したくなるように話すことが重要なんですよ。で、その時に最初に、それが便利かどうか分かんないですよ。とにかく、これって実は音楽革命なんですとか、え、どういうことですかとか、いや、これとにかく便利なんですとか、なんか一言バンって言うんですよ。で、そこで練った方がいいですけど、で、え、そういうどういうことで、しかも相手によって変わります。音楽好きじゃない人に音楽革命なんですって言ったって全然通じないんで、その人が、だからヒアリングしますけど、最初にこれ営業研修みたいなの。で、その人がどこ、ソノスの売りポイントを5個も6個も作っとくんですよ。で、この人、例えば分かんない、合理性重視の人には便利さを押すとか、音楽好きな人にはその音楽で押すとか、何個かカードを作っておくんで、ソノスの名刺作る感じなんですよ。で、ある程度その人がどういう好みがあるかをヒアリングした後に、そのどのカードを出すか決めた方がいいです。で、それが分かんない時はもう出すしかないですけどね。そしたらその後は皆まで言わずに相手に質問させること。どういうこと？あ、そうやってね、こうでこうでこういうことなんですよ。で、またこれも次の質問を生む答えにしとくと。そしたら会話の中でそもそも伝えられるんです。例えばこれね、レゴブロックなんですよって言ったら、え、どういうこと？レゴブロックってあるんですよ。レゴブロックってこうやってこうやって遊びますよね。組み立て、好きに組み立てられますよね。ソノスも好きに組み立てられるんですよ、って言ったら、え、どういうこと？って言いますよね。白ちゃん、これもう一回、これここだけできないですかね、これ。これすごい、そうですよね。まさにその通りです。僕の自己紹介ほんとしてましたよね、なんか。これね、収録したらあれだな、けど、まあ、はい、まあ、もう9時になってんで、お店の方も申し訳ない。確かに今いい言葉が思いつかない、もう疲れちゃって。そうだ、これはね、練った方がいいんですよ。どう出すかを考えて、あ、そうですね、それで話の組み立てですね。最後 の、 スピーカーの部分はどうするか。そうか、まあ、さっきのパコさんの、最後のスピーカーの部分をさらっとお願いします。今ね、スピーカーの部分の話し方のフィードバックしてます。それ面白いと思ってずっと回してます。あ、回してんの？あ、そうなんだ。それでなんかフェードバウ
フェードアウトして暗くなっていったら面白いから、ね、面白いね。早速問題解決始まるみたいな。そうそうそう、でおせっかいちゃん登場みたいな。そうそうそう、いやもうありがとうございます。これすごいすごいな。確かにその通り。確かになんか2002年に始まってとかね、興味、うん、どうでもいいんですよ。そうそう、使う人に関係ない話だから。4人のエンジニアから始まったとかも関係ない、使う人に。その通りですね。使う人は常にソノスってどんなスピーカーって質問してるけど、翻訳するとこのソノスは私の人生に生活の中でどんな役に立つスピーカーなのって質問してるんですよ。でも人は思ってることをそのまま言葉にしないから、うん、すごい翻訳ですね。いやー本当にありがとうございます。日本語だけ、英語も一緒、やっぱり全部一緒です。一緒か、全部一緒です。なるほどね、うん、質問のことはそうだけど、そうそう、英語でだってね、これ What kind of speaker is this? って聞かれても、うん、それからなんか分かんないけど、このスピーカーの特徴は何って聞かれても、うん、いや特徴はっていうもの。でももちろんそのね、特徴、そのなんか家電雑誌の、 あの記者さんだったら本当に特徴が知りたいかもしれないけど、うん、一般のユーザーはそうじゃない。確かにそうだ、そうだ、確かになんかアメリカで生まれたとかね、そういう、確かにちょっと別にアメリカ、まあアメリカ産でも日本産でも韓国産でも、はい、あんまり気にしないっていうか。ありがとうございます。これすごい、あの、もうその場でフィードバックもらえるのが一番助かります。忘れちゃうじゃないですか。まあ忘れちゃいますね。カードいっぱい、そのその名刺をいっぱい作ってあげてください。はい、了解です。あとデザインも例えば好きな人もいるじゃないですか、うん、わかんない、そのデザイナーが有名な人なのかどうかわかんないけど、いやそのとにかくデザイン性に優れてて、わかんない、有名ななんとかっていうデザイナーさんからも褒められたんですよとか、わかんないけどね、うん、それ例えばデザインが好きな人向けの名刺とか、うん、